皆さんこんにちは。民主党の広報委員長を務めています参議院議員の林久美子です。12月23日火曜日、本日も5ミニッツ民主をお伝えしてまいります。今回は民主党の代表選挙についてです。今月17日、民主党の両院議員総会が開かれ、民主党の代表選挙の日程などが了承されました。今月17日、民主党の両院議員懇談会とそれに続く総会が開かれ、党員サポーターが参加しての代表選挙とすることが確認されました。その上で、代表選挙は来年1月7日に告示され、18日に臨時党大会において投票が行われることが了承されました。なお、一般党員とサポーターは郵便による投票が行われることになっています。さて、それではここで民主党の代表選挙の仕組みをご紹介します。こちらのフリップをご覧ください。民主党の代表選挙は、先ほどもお伝えしましたとおり、来年1月7日告示、18日の臨時党大会で選出されることになっています。代表選挙の有権者は一般の党員とサポーターで、直近の定時登録名簿の中から代表選挙規則および代表選挙特例規則に定める要件を満たしたもの、この1ですね。そして民主党に所属する地方自治体議員および衆参公認候補の予定者、これ2になります。さらに党所属の参議院議員と先日の総選挙の 当選者ということになっています。そして投票の流れなんですが、今度はこちらをご覧ください。党員サポーターは有権者の居住する都道府県を単位として郵便による投票が行われます。それぞれの都道府県の総支部の数が県別のポイントとして配分されており、獲得票数がドント方式で各候補者に配分されることになっています。また地方自治体議員による投票も郵便投票で行われ、全国で141ポイントが得票数に基づいてドント方式で各候補者に配分されます。さらに公認候補予定者と国会議員は臨時党大会で直接投票が行われ、国会議員票は1人2票として換算され、各候補者に配分されます。こうしたすべての票を合計して、その得票数が過半数に達して最も多かった候補者が民主党の代表として選出されることになっています。また複数の候補者が立候補し、いずれの候補者も過半数に達しなかった場合には、上位2人による決選投票が行われまして、新しい代表が選出されます。なお、代表選挙に立候補するためには国会議員20人の推薦人が必要となります。さあ、本日は民主党の代表選挙の話題をお伝えをいたしました。今回の代表選挙は民主党が新しいスタートを切り、国民の皆様の信頼を取り戻すための大切な選挙でもあります。関心を持ってぜひその行方を見守っていただければと思います。それでは本日の5ミニッツ民主はこの辺で、次回は今月24日から始まる特別国会の最終日、26日金曜日にお目にかかります。失礼いたします。